ジェームス・テフナは、ニュージーランドの男子総合格闘家、ダーフィールド出身、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー在住、パーテックアスレチックオールスターズ所属、ジェイミー・テフナとも表記される、マーク・ハントの弟子、ブルース・リーの影響で14歳からボクシングを始め、2003年に総合格闘技デビュー2007年3月23日、ウォリアーズ・レルムで、 ヘクター・ロンバードと対戦し、右肩の負傷で、ギブアップ負けを喫した。2010年2月20日、UFC 初参戦となった、UFC110 で、イゴール・ポクライエクと対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収めた。2011年2月27日、UFC127 で、アレクサンダー・グスタフソンと対戦し、リアネ・キドチョークで一本負けを喫した。 2012年7月11日 UFC ンフューエル TV4 でジョイ・ベルトランと対戦し3から0の判定勝ちファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した2013年5月25日 UFC160 でライトヘビー級ランキング4位のグローバー・テ・シェーラと対戦しギロチン・チョークで一本負けを喫した2013年12月6日 UFC ファイトナイト ハント VS、ビッグフットで、ライトヘビー級ランキング9位のマウリシオ将軍と対戦し、左フックで小負けを喫した。2014年6月28日、ミドル級転校初戦となった UFC ファイトナイト、テフナ VS、マーカトで、ネイサン・マーコートと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。2016年5月23日、 Facebook 上で現役引退を発表した。ありがとうございます。